実は平成27年に起こった淡路5人殺害事件の判決公判を見に行ってきました。被告人平野達彦、結果的にはですね、死刑回避です。死刑、一審で死刑になってたんですけども、今回の控訴審では無期懲役ということになりました。まあ、報道されてるとは思うんですけども、ただその詳しい理由についてはあまり報道されてはいないと思うんですよ。最近ね、埼玉 の事件なんかもそうなんですけども、精神障害を負ってる人の事件で一審の裁判員裁判での死刑判決が減刑されるというパターンが相次いで、まあ、今回もその例に漏れないわけですけども、じゃあ今回はなぜそうなったかっていうところなんですけども、まあ、単純にそういう風潮に習ったというのとはまたちょっと違うんです。多分今回の判決を出すにあたって控訴審の裁判官は減刑されるかもしれないっていうことはもう最初から覚悟してたと思うんですね。それで検事とですね、被告人本人の反対を言って独自に鑑定人を指定して再度精神鑑定をしたんですね。でここでやっぱり被告人に責任能力ありっていうような判断を鑑定人がしていれば、一審の、ね、死刑判決を維持するということも裁判官はためらわなかったと思うんですけども、今回はその二審のね、控訴審の鑑定人がやはり犯行を行った当時は重い精神病の状態にあったという、まあ、そういう判断をしたわけです。端的に言えば、平野辰彦君の病名は妄想性障害で、犯行が行われた当時は相当、重症な状態だったということを裁判所は認定しました。一方で、まあ、妄想があったとしても、じゃあだから、人殺しをするというものでもないので、そこは、被告人は踏みとどまる余地はあったので、まあ、完全に責任能力はないということではなくて、心神耗弱で減刑して無期懲役という、まあ、そういうことです。それで裁判官が二審の鑑定を採用した理由というのは、一審の鑑定結果が、あまり信憑性がないと。で、一審の鑑定人にも反論の機会を与えたんですよね、二審で。で、一審の鑑定人は、まあ、リタリン中毒だと。で、犯行が行われた当時は、重篤な状態ではなかったというような感じのことを言ってたんですけども、裁判官が一審の鑑定人に信憑性がないと言ったのは、やはり、言ってることは二転三転してるんじゃないかと。例えば二審ではね、被告人の平野達彦は自閉スペクトラム障害だったということが言及されてるんですね。で、一審の鑑定人が二審になってから初めてそのことを言及するわけですよ。確かに平野君は自閉スペクトラム障害だったと。そのことでリタリンの大量服用につながったということを話すんですけども、いや、そんなことを一審では言ってなかったじゃないかというようなことを指摘するわけです。で、リタリン中毒で、統合失調症のようなね、そういう重篤な状態だったというようなことを、まあ、一審の鑑定人が二審の時に言うんですよ。そういうことも一審の時は言ってなかったじゃないかと。それで一審の鑑定人は、まあ、犯行時に平野君が精神的に
重篤な状態だった理由は、それはストレスとか環境によるもので病気ではないって言うんだけども、まあ裁判官としてはそれはストレスが原因だとしても病気は病気だろっていうことで、一審の鑑定には信憑性がないんじゃないかと。そしてリタリン中毒っていうことについてもですね、二審の鑑定人が一審の鑑定で参照された論文を取り寄せたけども、今回の点に当てはまらないんじゃないかと。で、過去のその論文だと、まあ、一審にで参照された論文だと、例えばリタリン単剤じゃなかったり、リタリン以外の薬物を摂取してやったりとか、でリタリンをやめてからそんなに経ってない時期に、障害を起こしていると。ただ今回の場合はまず平野くんはリタリンしか使ってないと。でリタリンをやめた後にも8年ぐらいブランクがあると。でそんな状態でリタリン中毒の症状が出るっていう事例は二審の鑑定人としては、まあ、聞いたことがないし、そんな論文は存在しないぞと。いろいろな専門家に聞いたけども、そういった事例というのは発見できなかったと。ということで、そういった二審の鑑定人の、意見というのは、まあ、説得力があるということで、まあ、実際に、論文一審で使われた論文も参照してますからね。ということで裁判官としては、二審の鑑定人による、平野辰彦君は妄想性障害だったという、鑑定結果を採用せざるを得なくなったと。裁判官はで、そうするとそこはもう刑法だとね、心神耗弱者は減刑しないといけないので、それに従って、死刑回避という、まあ、そういう判決を出しましたということが今回の流れです。でもちろん、遺族は納得しない人がいてですね、閉廷した直後に裁判官に罵声浴びせてる人いましたね。裁判官を精神鑑定しろみたいなことを言ってました。裁判官としてはね、まあ、そういうことを言われるのもしょうがない。裁判官ってね、法律に従って判決を出すのが仕事なんで、そこは刑法にそう書いてある以上はそうせざるを得ないと。不満があるんだったらもう国会に行って法律を変えてくれっていうことなんでしょうね、うん、確かに私もそのあたり裁判官の立場というのは理解できます。結局法律を変えるしかないわけですよ。ただ現実問題、法律を変えるっていうのはとても難しいと思うんです。心神耗弱者は刑を減刑する、心神喪失者は無罪というのは、そういう刑法の規定をじゃあなくそうってなった場合に、多分弁護士が相当抵抗するでしょうね。だから現実には無理じゃないかと。まあ、あとそれを抜きにしても、じゃあそれで問題が解決したことになるのかと。平野くんみたいな人は結局死刑になるとしてもやっちゃうんじゃないかと。本当に頭がおかしくなった人はね、そうすると刑罰、抑止力としての刑罰が意味がないんですよね。だから抑止力としては何も意味がないような法律の変更をするというのはどうなんだと。だからせめてですね、今の精神病、特に職法精神病者ですねに対する治療体制というものについてどうするか、もっと合理的な方法はないのかと。そのあたりの制度の改正とセットじゃないと刑法の改正っていうのはできないんじゃないかと思います。しかしこのあたりがね、今の精神医学の限界なのか、まあ、僕自身精神科医でも何でもないから分かんないんだけども、やっぱり平野くんみたいなのを見てるとね、精神医学にも限界っていうのはやっぱあるのかなと。だけど一方ではね、平野くんが逆にリタリン飲んでね、医師の治療を受けた時にはこういうことは起こさなかったわけですよ。むしろ医師の治療を受けてなくてリタミリンやめてる時に事件を起こしてるんですよね。だから
平野くんに強制的に治療を受けさせてればこの事件は起こらなかったっていう考え方もあるわけですよ。だから、まあ、一方でね、日本の場合はどうしてもその精神障害者は閉じ込めた手っていうのがね、やっぱ諸外国に比べて、そういう傾向が強すぎるんじゃないかと、病院閉じ込めとくっていうやり方があまりにも強すぎるんじゃないかと、そういう批判もあって、そことの兼ね合いなんですね。ただ僕の考えとしては、治療をしないということと精神障害者を病院から出すっていうことはまた別問題ですからね。通院治療させればいいわけですから、だからここは一つ折衷案として、精神障害者を閉じ込めるっていうのはやめないけども、ただ社会に出た状態で何かしら、まあ言ってみれば強制的に通院治療をさせるような仕組みというのは考える必要があるんじゃないかと思います。やっぱギャップが大きすぎるんですよね。措置入院して閉じ込めとくっていうのと自由にさせとくっていうあたりのギャップがあまりにも強すぎるんで、社会生活を送ってもいいんだけども、その代わり、通院という形で治療を調整するっていう仕組みは必要なんじゃないかと思いました。ということで、今回、平野龍彦君ですね、淡路5人殺害事件の、裁判判決公判を傍聴した感想でした。